優勝戦1号艇林芳則選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日まずは準優勝戦での雰囲気というのはいかがでしたか？そうですね、やっぱりちょっと気温が上がってきて、はい、船足自体はやっぱり良くなかったです。あ、そうですか、はい、ではその準優勝戦より前の方が良かった感じ？そうですね、まあいい日もあったんですけどね、はい、やっぱり徐々に外れてきてる感じはします。あ、それは調整の面で？そうですね、やっぱりエンジンに対してプロペラの回転が合ってない感じしました、うん、はい、では現状としては船足はどういった評価になりますか？まあそうですね、伸びは、まあ、負ける人いないんですけど、はい、まあターン周りとかいろんなところを含めて、まあ、普通ぐらいですかね、はい、最後にゲストの皆様に優勝戦の意気込みをお願いいたします。そうですね、桐生で久々に優勝できるように頑張ります。応援お願いします。優勝戦2号艇丸野和樹選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。昨日の準優勝戦は1マークまくり出し突き抜けましたけれども、あの1マークの感触いかがだったんですか？そうですね、あの波を超える感じもあの力強さがあって、はい、やっとちょっとあのモーターのいいところを引き出せてきてるなと思います。スタートは昨日コンマ06のスタートでしたけれども、見え方はいかがでしょうか？今節はずっと届いてなかったんですけど、やっぱり行こうと思ったら早いです、はい、あ、そうですか、はい、今日はどれぐらいを目標に？まあ10近辺を全速でバチッと行けたいですね、はい、はい、さあそれでは最後に優勝戦に向けてゲストの皆様に意気込みをお願いします。はい、優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。グラッチェ。優勝戦3号艇原田富士夫選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日は3コースからの戦いとなりましたけれども、はい、昨日準優勝戦感触としてはいかがでしたか？良かったですよ。あ、そうですか、はい、特にどのあたり良かった感じですか？そうですね、ターンした感じですかね、はい、その辺が前半は、まあ、たまたま1着取れたんですけども、乗りづらかったんで、はい、まあ、聞きたくないけど田藤さんに聞いて、はい、聞きたくないけどうまくいきました。あ、そうですか、はい、じゃあその調整がうまくいった感じ？そうですね、はい、はい、乗りやすさも来て、うんうん、足の評価としては他の選手と比べてというのはいかがなんでしょうか？どうなんですかね、出足はもう十二分に仕上がってると思います。あ、そうですか、はい、それではもう一言ゲストの皆様に意気込みお願いします。はい、まあ、まくるようなレースはないと思うんですけども、あの優勝を目指して頑張りますので勝ってみてください。お願いします。優勝戦4号艇松崎裕太郎選手です。よろしくお願いします。お願いします。昨日の準優勝戦2番手接近戦となりましたけれども、はい、あの道中走ってた感触としてはいかがでしたか？そうですね、出足はいいかなと思います。あ、そうですか、はい、となるとこの体感とか乗り心地も感触はいいですか？まあ、なんかあってはないんですけど、うん、まあ、それなりにはいってると思います。そうですか。直線に関してというのはいかがなんですか？うん、足合わせですとかしたらちょっと弱いんですけど直線は、はい、スタートレースとかでスタートする感じではそんな弱い感じではないです。あ、そうですか、はい、ではじゃあ行き足に関しても問題ない感じですか？そうですね、行き足でカバーできてると思います。はい、それでは最後に優勝戦に向けてゲストの皆様に意気込みをお願いいたします。はい、優勝戦はスタートいけるよう頑張ります。お願いします。優勝戦5号艇上平慎司選手です。よろしくお願いします。今シリーズは初日の後半を除いては着がまとまっていますけれども、これまで戦ってきて感触としてはいかがですか？はい、回転回ってきて乗りやすくなってきたと思います。あ、そうですか。じゃあ昨日の準優勝戦っていうのは乗りやすさが出てきた感じですか？昨日はちょっと回転がしっかり合ってなかったんで、まあ、今日はもうちょっと回転合わそうと思います。はい、スタートに関しては見え方届き具合とかはいかがなんでしょうか？まあ、大体勘通りはいけてると思います。はい、今日は5号艇での戦いとなりますけれども、現段階で進入に関してはいかがお考えですか？はい、ピットバダで集中していきたいと思います。はい、それでは最後にゲストの皆様に優勝戦意気込みをお願いいたします。頑張ります。優勝戦6号艇柴田浩二選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日の準優勝戦2番手接戦となりましたけれども、競った感じいかがだったんでしょうか？まあ、伸びとかは、ね、悪くない感じしたんですけど、やっぱりタンマリがちょっと違和感ありますね。あ、そうですか。そのあたり前半レースの後作業もされていましたが、変化のほどはいかがなんでしょうか？ちょっと今節一節また調整当てないです、はい、こう通してなかなか調整は合ってくれない感じ、はいはい、方向性に関しては見えてきた感じですか？全く見えてないです。あ、そうですか。スタートに関しては昨日コンマ09のスタートでした。見え方に関しては
いかがですか。やっぱちょっと会いにくいですね、なんか負担が、はい、ここは。今日は6号艇での戦いとなりますけれども、進入に関しては現段階ではいかがお考えですか。ちょっとピット離れ次第ですけどね、出てから考えようかなと思ってます。はい、わかりました。それでは最後にゲストの皆様に優勝戦への意気込みをお願いいたします。はい、いいレースできるように精一杯頑張ります。